こちらのジェネレーター、最大幅で、内装すべて電気供給が可能になっております。はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日は以前からの引き続きにはなるんですが、内装に関してはですね、結構スクランプビルドをしていて、ちょっと動画にはできないので、すでに内装は組みました。そちらのご紹介となります。で、一応組んだんですが、まあ、基本的には全部、設置はしまして、ただあとはま、ちょっと使いながらですね、ブラッシュアップしていこうかなと思っておりますので、まだまだちょっと改造の余地はあるんですけども、一旦ご紹介となります。あと装飾関係と塗装がちょっとまだできてないので、合板見ながらちょっと塗装と、まあ、装飾関係ですね、をしていこうかと思っております。で、まあ、トラップ動画であったり、建築、動画あと冒険動画ですね上げていく予定になっておりますので、役に立ったよとか面白かったよっていうのがあれば高評価あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではご紹介の本編ですね、どうぞ。では内装のご紹介させていただきます。早速中見ていきますね。一応入り口テレポーター置いてるんですが、本来は上に置く予定になっております。一応、まず拠点自体のコンセプトですねに関しては、1点目がこちらのジェネレーター、最大幅で、内装すべて電気供給が可能になっております。ジェネレーター1個で、全部この拠点内ですね、まあ、下はちょっと別なんですがカバーできるサイズになっております。一応まあ半径が20ブロックですねの幅になっております。ちょっと三角入れてになりますけど、でギリギリのサイズですね、上までカバーしてます。ちょっと外になると上の方はちょっと電気供給ないんですけど、内側は全部対応できるようになっているサイズ感でございます。で基本的には、真ん中の方はブリーディングメインの作りになっておりまして、周りにその他ですねクラフトステーションであったり外用の施設であったりっていうのを準備している状態になります。で、真ん中一番上がですね、基本六角形で全部上に上げている状態なんですけども、まあ、天井はちょっと洒落た感じに作ったんですが、一番上はテックポットになってまして、ここに収納ボックス台を置いてる理由としては、ファストトラベルするときにアイテム落ちちゃうので、持ち物全部ここに入れれるようになってます。で両扉奥なんですが、周り見れるようにですね、全部つけてないです。で、二段目に関しては、ジェネレーターを置いて、周りに冷蔵庫を置いてます。この冷蔵庫は、まあ、釣り込み用のキブル入れたりとか、肉の補充用に入れたりとか、ベリーとかですね、をする予定の冷蔵庫になってます。四隅に低温冷蔵庫ですねを設置して、一旦直したりとかする用のものになってます。ブリーディング中の恐竜を直す時の低温冷蔵庫になっております。で一番下が一応まあ形的に餌箱になってるんですが、5個と、4つの9個になってます。でここから12マスが基本的にブロックになってるので、ブリーディングエリアになってます。真ん中は基本的に何も置かない、極力スペースを空けて、一応このサイズであればワイバーンとかも10匹あって、他にもギガ10匹とかそういう感じでできる作りになってます。結構大量にあのブリーディングが同時に可能な作りになってます。一応おまけで多分今回の企画では使わないんですが、クローニングチェンバーを2台設置してみました、まあ、この辺にエクストレージ置いてシャードとかも入れておいてもいいかもしれないね。で高さもぴったし13段ですねが高さになるんで、その高さの拠点になってます。一応真ん中の部分に関しては供給範囲ですねを最小にしても、この真ん中の部分は全部動く状態になってます。ギリギリですね、この辺がだいたい最小のギリギリの範囲になってる。で全部あの公式を想定した作りになってるので、まあ実際公式で使ってた内装でもあるんですけど、概ね一部改造してますが基本的には利用可能です。公式では円形で使ってたんですけど、
真ん中はそんな感じですね。で、ここもちょっとおまけスペースになってるんですけど、ここに関しては、今回多分使わないんですけど、いないんで。ガチャを2匹ですね。オスメス並べて設置するようになってます。まあ、こんな感じですね。あと、こっち側に袋を並べて使うときは、ベレットを取らしながら、ガチャを生み出していただくという作りになってます。まあ、ここに天井を置いて並べてもいいですし、邪魔であれば、袋ですね。まあ、このままここに並べても、問題ないですね。で、これは一応、ガチャクリスタルを一時保管する用の金庫になってます。で、この辺にまあ石とか置いてですね、すぐ補充できるようにする感じですね。まあ、今回ガチャいないんで、多分使わない。続いてクラフトステーションのご紹介なんですけども、まずこちらが、工業炉ですね。一応下に一面、まあ、ちょっと全部使うかどうかわかんないんですが、エクストレージを置いて、その下にですね、木のテーブルを置いて、そこに工業炉を置いている状態です。で、一応このあたりにですね、アンキロ君とかを置いて、で、アンキロ君から全部鉄を投げて、壁に当たってこの辺に溜まる。それを拾って掘り込むっていう作りになってます。ちょっとうまくたまらなければちょっと改造するかもしれません。ちょっとテストはしてないです。一応予定ですね。で、ここに本棚、これはまあレシピ入れてレプリケーターで作る用のものになってます。で、トランスミッターですね。まあ、主にトランスミッター、鉄運ぶかレプリケーターでなんか作る時のやつを送ったりっていうので、この間になってます。一応真ん中立てば工業炉からレプリケーター直で行けるようになってます。鉄の運びは問題なくできます。一応ここに並んでるストレージからもレプリケーターにアクセス、端っこもできるようになってます。で、下にも一応並べてる状態ですね。一番奥アクセス多分できないんですけど、1個大きすぎましたね。こっちが通常のパターンですね。通常の作業台が4つ、で、化学作業台を2つ、で、旋盤を2つですね。まあ、1個修理で掘り込んどく用で、1個は作る用っていう感じの使い分けになります。で、上破砕機ですね。これも全部ストレージから直接アクセスできるようになってるんで、すぐ直せるよというものになってます。化学作業台は、まあ、基本的な麻酔薬作る用と一般の作成用ですね。できればちょっと3つ4つ欲しかったんですが、スペース的にこんな感じです。で、ここの3つの冷蔵庫に関しては基本的にナルコベリーとかを入れる麻酔薬用の冷蔵庫ですね。腐肉とかです。で、ここを冷蔵庫10個並んでます。ここはメインの冷蔵庫スペースになる。で、こっちはテックサイエンを10段ずつ積んでます。多分テックサイエンだったらちょっとマスが多いので、もうちょっと少なくてもいい、半分ぐらいでも十分だとは思うんですが、一応10段積んでます。もちろん台でも問題なく使えるものになる。で、菜園に関しては、一応、これ、上まで行くと、判定取れないので、10マスまでなんですね。そっから上に天井を置いたら、この温室効果を得られなくなるので、故に、この形になってます。まあ、装飾系は後でまたご案内しますね。外回ってから。なんで、菜園の最大の上の高さは10マスの天井が必要になります。で、そっから上は一切何も置いちゃダメです。温室をその上に置いたら、この効果はなくなっちゃいます。ご注意ください。まあ、箱を作るのに温室を大量に使ってるので、効果自体は天井の判定さえ受けれれば、マックスなんですけど、こんな感じですね。で、ここがカスタムレシピ入れる用の本棚と工業用調理器具。ね。で、上が3つ。多分4ついると思うので、もう1個増やすかもしれませんが、テックストレージ置いてます。テックストレージだけ空中建築できるんで、こんな感じの配置になってます。上から樹液とかですね、を取って入れるように、料理用のものだけ入れておくような作りになってます。基本的にその入らないものに関しては、金庫に掘り込むような感じになって、一応使用も。で、ここはちょっと予備で。空間的に開けておいて、この5つは今回は使わないんですが、ジェネツの肉の芽というんですかね、触手を植える用の5枚になります。で、ここに関しては、干し肉用の食料保存庫を並べて、上に工業用グリルですねを並べている状態。一応5段並んでるんですが、まあ5個いるわけじゃなくて、単純に、収まり的に
5個になりました。形的にですね。あとはちょっと中途半端になっちゃうんで、ちょうどいいのが5個でした。ソロなんでこんなに必要は基本的にないです。まあその他ですね、装備とか入れる用の金庫、多分もうちょっといるんでここに追加するかもしれません。一旦まあ使ってみて強数考えようかなと思っております。あとはちょっと上に上がって、そっちに一般使わないようなやつを入れるようなところを向こうに作るか、ちょっとこっちに作るかはまだ考えてないです。あと、一個ですね。ここに、まあ、こういう調理器具があって、こう開けると、水中のイケスにはなってるんですけど、プラスアルファですね。で、ここにイカダを準備しておりまして、このイカダはですね、蜂の巣を置く用のイカダです。水上拠点の欠点として、蜂の巣って天井とか床とかに、建造物の上に置けないんですが、イカダの上には置けるので、イカダの上に蜂の巣を並べて、蜂蜜を取るというものになってます。まあ、必要な時に開けて取りに行くというものですね。続いて、まあ、孵化設備ですね。今回、孵化装置も3つここに並べてまして、一応このサイズだと反対側にもう3つ、基本的には一定区画に3つしか置けないんですけども、反対側にも3つプラスで置けるんで、全部で6台この拠点内に置くことができます。まずこっちに3つですね。で、向こうにも3つは置いてます。一応。1個10台なんで、全部で60ですね。孵化装置の方で、孵化することができます。卵とか入れとく用の冷蔵庫がここに2つ、主に孵化装置用ですね。と一応使用。こっち側にも卵入れる用の冷蔵庫が6個ですね。と生まれたてのを直しておく用と、親ですね、を置いておく用の低温ポットになってます。で、この下に、全部エアコン敷き詰めてる状態ですね。で、一応床抜けした時用に、ここは両扉枠になってるんで、一応ここから出せるようにもしてます。で、こっちのスペースは、親出してですね、卵を産ませる用の空間になってます。ここはちょっと使いながら、恐竜に合わせてですね、作っていく感じに。で、反対側は、まあ、基本的に生活スペース、まあ、飾りとかですね、トロフィーとかをいい感じに手に入れた時に作っていこうかと思います。まずこの回は以上ですね。一応ですね、電力、ジェネレーターでできるんですが、一応公式用にですね、最小にした場合でも、孵化装置とこの辺りの冷蔵庫は動かせるように、まあ、オープニングでも出てましたが、風力発電機で、電力供給してます。こっち側も。まあ、向こうから一本で引っ張ってきてもいいんですけど、こっちにも置いて、こっちが孵化設備用の風力発電機、こっちがクラストステーション用の風力発電機になってます。本来のテレポーター、公式とかですと、こっちに置いて、最大にすればここに届くので、ここで共有にして使うようなイメージになってます。まあ、場合によってここにエレベーター設置して上に上がれるようにしたりとかになってます。まあ、内側に作ったりとか。で、水と排水に関しては全部下を通す形になってまして、で、孵化設備の方は、下に下ろさずに、まあ、もう囲っちゃうんで、この中に設置してます。で、通常このサイズであれば、真ん中に1個コンセントを置くだけで、エアコンはすべてカバーできます。今回孵化装置の距離があったんで、一応2個設置してます。で、全部それで配線繋がってる状態ですね。ここだけちょっと配線出ちゃうんでね。あれなんですけど、黒いやつが。で、下の配線としては、こういう感じで、通してます。一応、この高さの作り方自体はですね、一旦、上に置きたいところですね、に直線の電線を置いて、3つ垂直で下ろして、斜めの電線を上に上げると、この高さが作れます。で、あとは、そこに、直線を置いてコンセントをつけた状態ですね。で、2個いらないんですが、黒い線を極力出さないためにこの配置になってます。コンセントですね。ここに関しては極力ガラスから出ないように柔軟なやつですねを2つ設置してこの形を取ってます。で、こっちは直接外の風力発電機につないだ十字ケーブルから取ってます。この形で、要は表からは見えない
配線になってます。ここだけちょっとどうしてもちょっとだけ映っちゃうんですけど、上の畑の水もここに通してる状態ですね。からそれぞれ水を取っている状態ですね。基本的にだいたい5個分真ん中に置いて5個分サイドに、ね、2.5 ずつですね。だいたいいい感じの水の供給になるのでこの配置になってます。で直接下から取ってる。でこっちの方は工業用調理器具の用の水ですね。で真ん中に蛇口を置いてるんで、ここから喉乾いたら水が飲める状態。まあ下降りてもいいんですけど、そういう形で表に出ない形を作ってます。工業用調理器具自体は一旦床に十字のパイプをここに置いてですね、端っこを置きたい場所に置く。そこに工業用調理器具を置いて、垂直のパイプを下に流して、十字のパイプは壊す。もしくは回収する。で、垂直に伸ばして、頭にこれをつけてるね、蛇口。で、給水をつなげた状態がこの形で。であれば、ぴったしつけれるので。ポイントは、一回十字パイプですね、を置いてから設置する。それを縦に伸ばして、十字パイプは壊す。十字パイプ、工業用調理器具。で、十字パイプなくして、垂直に下ろすっていう感じで。続いて、いけすの方なんですが、基本的には、この状態。まあ、六角形で、ここに何か置くかどうかは、状況に合わせてのスペース。あとは、ここまで血をですね、届くので、まあ、この辺に、ブリーディングしている恐竜たちを並べる感じですね。それぞれ、六角形に合わせて、6本伸びている状態になって。で、この深さなので、一角だけ床引き詰めて、小さい毛、生まれたてとか、その辺を置く水槽を作ってもいいと思います。まあ、今回は作ってないですけど、そんな感じ。イカダはもうちょっといい位置に移動させます。このイカダをいい位置に設置するのが結構難しい以上ですね。で、天井は、床のようにこの模様にしてもよかったんですが、今回は全部温室の天井を使って、こういう感じの模様にしてみました。結構いろいろ考えて。温室の天井は結構模様作るのにちょうどいいので、いいですね。単純に、模様作りとかだけで使っても面白いです。いろいろ重ねてですね。で、一応、今ないんでまだ設置してないですが、こういう形で、ちょっとアーティファクトを置いて明かりをつけるようなイメージをしております。今アーティファクトないんで置いてないです。ここに関してはイカダですねを、作ってここに置くイメージで、でこの作りであれば基本的にプレステ4でも設置できる個数になってます。ちょっと端の方はわかんないですけど、多分いけると思うんですけど、これぐらいだったら。基礎動画からちょっと変わったことがありまして、動画作った時はここに100度台を置いて、それにスナップさせて巨大恐竜も置いてたと思うんですが、やっぱりちょっと真ん中じゃないので気になったので、2個ずつ壁を置いて真ん中に巨大恐竜も置いてます。水中の出入り用ですね。で、設置自体はここにはしごを置いて、この状態で、恐竜も設置すればこういう感じで置けます。ど真ん中なんでね、まあそんな感じですね。ここだけ水中に関しては改造した部分になってます。一応ちょっと走りでご案内しますしたが、こんな感じですね。まあいるかどうかって言われると、この3つは、置けるから置いた感があるんですけど、基本的にはこんな感じね。上から見るとこんな感じ。ちょっと簡単ではあるんですが、内装のご紹介でございました。あとはちょっと色塗って、構想としては基本黒に塗って、エリアですね、餌が届く範囲に関しては色変えて、ちょっと紺とかで色を塗る予定になっております。距離を置いて範囲見ながらです。一応餌箱の範囲が出るようになってます。これ範囲こうなってるんですけど、ここまで届きます。今真ん中しかオンにしてないんですけど、ちょっと移動した状態で、ここまで範囲届く、まあギリギリの範囲なんですけど、ここまではギリギリ届きます。こっち向きでちょっと奥気味にガチャを置くんで、手前すぎると餌が反応しない場合があります。持ってれば基本的には大丈夫な配置。そこは餌のマーク見ながら配置していただければと思います。まあ餌の範囲に出るようになったんで、便利ですが、ちょっと
っと手前気味の輪っかになっているので、サバコの範囲。あの、円形のちょっと外までは、サバコの判定が出ます。まあ、そんな感じですね。以上が、今回の内装になっております。あのテレポーターは、あまり見た目的に良くないので、本来は置きません。今回は能率重視で置いてます。まあ、どっちでもいいんですけどね。ちょっと段差があるんで、基本的には上に置いてます。能率はやっぱこっちの方がいいんですけどね。変装してきて、すぐこっちに直せるんで。では、本日は以上となります。まあ、今回は、まあ、簡単に内装のご紹介でございました。まあ、あとはこれを使いながらですね、ちょっともう少し便利な方とか、個数、多分金庫は足らないので、個数増やすような感じになると思う。で、ちょっと追加して、こっち側の何もないところに関しては、いろいろ、ちょっと、まあ、装飾というか、趣味の部屋というか、みたいな感じのものを設置していくかもしれません。こちら辺は、ちょっと恐竜入れてからでないと、付加系の設備に関しては、考えてないのと、このマップでは、特急、やっぱりユーティラヌスの卵になってくると思うので、宇宙にひょっとしたら、キブル用の、卵を産む用のエリアを作るかもしれません。まあ、ちょっと使ってみて、テイムしながら考えます。まあ、外から持ってくるんであればね、いろいろもう少し、便利な配置もあるんですが、まあ、基本的には今回ロスアイランド系の恐竜しか、出てくる恐竜しか使わないつもりではあるので、ガチャ空間はおまけです。まあ、ガチャ捕まえてきて、エレメンタルダストのガチャ作って、スメス置いて、エレメントを確保するのがベストです。まあ、そこは余談になりますので、まあ、今回に関しては以上となります。で、まあ、こういった形で、トラップ動画であったり、建築動画、あと、冒険動画ですね。これから、再度、ラストアイランドで、新企画、スタートする予定になっておりますので、まあ、面白かったよとか、役に立ったよっていうのがあれば、高評価、あと、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。では、また次回、お会いいたしましょう。バイバイ。